そは雨のせい。光明に最強にして最高に我が子孫の体を借り現世により今こそこの世に閻魔王を降臨させ、この地上を清める。ずいぶん遅い到着だ。はい、おや、待ちきれずに先に待っておったぞ。すまんな、平。そいつは変わり者だ。私にも読めるのだ。まあ読めるのはお前も同じだが。歴史上最も読める男に言われる。悪い気はせぬ。光る、あまり勝手なことをせぬ方がお前のためだ。お前一人で魔界少女剣を相手するのはちと似合うもの。はーい。魔界少女剣、こうして向き合うのも二度目だな。できればお引き取り願いたいものだ。我らの邪魔をするでない。そう生きり立つな。なんだと。よせ、神楽坂。セーブ、何かお前には考えがあるよ。おう、さすが平だな。私の心は読めたか。私の方がお前よりはるかに素直なようだな。からかんないですか。何を企んでおる。脱婚の儀式を行おうではないか。脱婚？魔界連動会はそもそも魔界に捧げるためだ。今の私とお前たちは敵同士で、私たちが戦っても魔を高めることはできても法のにはならない。まずはこの阿部の青年、魔界少女剣の決着をつけた方がよかろう。なるほど。それつまりどういうこと。互いの魔人同士を戦わせ、生前に残した未練、思い、つまりはこの世に生きた証、魂を奪う。その魂を12個奪った方が勝利し、相手を封印できるということだ。はっ、対抗試合みたいなもんか。受けてたぞ。ほう、えらく自信満々だな。正直、お前は邪魔だな。平安の時もそうだ。そろそろ決着をつけて、お前を平安の時代に送り返してやる。それにしても、十二個ってことは今より負けて足りないんじゃないの。こっちにいるのって、もう現場と本物。口寄せの術。口寄せの術を。察しがいいな。ますますお前のことが好きなんだぞ、タイヤ。口寄せの術って何。死者の魂を蘇らせ、現世の人間に憑依させるというものよ。あ、釣り姫もそうだよね。確か白光だったっけ。ああ、俺と同じ名前。セーブ、分かっておる。時間は限られているからな。それでは始めるとするか。脱婚の儀式を。まずは互いに口寄せを使ってみるか。了解。声、釣り姫は下がれ。鶴姫、お前は見る方がよかろう。され。戦国時代、瀬戸内海の小国、大三島。大国から守り抜いた秀樹の武士、越智安成、長官。なんとも美しい武将ではないか、落ちやすな。マジなこと。それでは我らの口寄せを。海賊君、空に浮かぶ雲のように生きるこの男、藤田峰夫を人が立ち、かの者の魂を憑依せしめ。いでよ、戦国の歌舞伎者、前田啓司、召喚。
白い。戦国で有名を馳せた前田健二、無名の勇者落ちやす。どういった戦いになるかな。早速始める。戦ってみたいからな。ここで魂を奪っちまっちゃつまんねえだろ。そのような勝手な真似は許さぬぞ。うるせえな。俺は他人に命令されるのが一番嫌いなんだよ。デベールの都合で俺を呼び出したんだろうが。ならそいつは間違いだったな。かけられるようなものは生命様のもとにはいらない。このわしが人思いに、うわぁ、俺様の獲物に何しようとしてんだ。おい待てよ、せっかく助けてやったのに。おい、あ、おった。のっけから意外な展開だったな、タイラ。あやつは生きている時からああいうやつだったのな。しくじったしくじったか。その割には楽しそうだな。次はしくじる。今度は2対2でどうだ、生命は。よかろう、受けて立とう。それでは我らから召喚しよう。平安寺だ。木曽義仲の愛人であり最強の女武将、その力は一度に二人の男武者の首をもぎ取っただけ。まさに歴史上最強の女、パワーローザン将軍。魔界十二神将の人、その残虐性、暴虐性は立ち向かうものを震えやがる。今の総称防御召喚。うわぁ、強そうなのが出てきたよ。大丈夫、ユーガウェル。かしこまりました。臨境当社デッキカルゼアバゲリスト、いでよ海の姫。常姫召喚。
2対1ではまずいよ。鶴姫がやられちゃうよ。口寄せを。あ、ですよね。誰かな。選び口を叩くな。準備するぞ。はい。先方、入れる。さあ、よいな。
とりあえず魂が一つ獲得した。戦いでは完敗だな。しかし次はそうはいかん。後半戦楽しみにしておくのだ。